こんにちは、マセです。今週、LGBT 法案が通りますけど、本当、生きづらくなります。性犯罪が増えるっていうのもあるんですけど、それだけでは済まないんです。社会が根底から変わっちゃうんです。千葉県では、職員に対して、夫、妻、旦那様、奥様って呼ばないように指導してるんです。 市民に対して配偶者、パートナー、お連れ合いって言いなさいって指導してるんです。お父さん、お母さんもダメです。保護者の方、ご家族の方って言いなさいって指導してるんです。これが急速に全国に広がっていきます。もちろん学校教育も変わってきます。もうね、ふるさととか、 歌えないんじゃないかなにいます、ちちははって言いますよね。多分これダメです。こう言わないとダメです。いかにいます、保護者って。ゾウさんも歌えません。ゾウさん、ゾウさん、お花が長いのね。そうよ、ご家族の方も 長い,いのよーって言わないとダメです。そうしないと差別だーって言われちゃいます。ですから実質歌えませんってなっちゃいます。芸能界も変わってくるかもしれませんね。ドラマなんかで夫、妻とか言わないんでしょうね。紹介します。うちのパートナーですとかなるんでしょうね。歌手もそうです。福山さんが 家族になろうよっていう曲で、いつか父さんみたいに大きな背中で、いつか母さんみたいに静かな優しさで、という風うに歌ってますけど、今後はこういう歌は減っていくんでしょうね。こういう風うにどん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 社会が変わってきちゃいます。変えられちゃいます。もともと日本には LGBT に対して差別はありませんけど、こうやって無理やり法律を作って日本を壊しにかかってくるわけです。生前、安倍さんが言ってましたよね。LGBT 法なんか作ったら日本が壊れるよと。もし安倍さんが生きていたら LGBT 法はできていません。多分ね。安倍さんは 緊縮財政もやめた方がいいと言ってましたから、いろんな意味で残念だなって思ってます。もちろん安倍さんの総理時代は決していいことばかりをやってきたわけではありませんけどね。それはわかってますけど、まあでも残念だなと思ってます。では以上です。ご視聴ありがとうございました。